1000万人ラジオ体操、みんなの体操祭とは、夏季巡回ラジオ体操、みんなの体操会の中央行事として毎年8月1日、前後の日曜日に開催されている大会である。おおむね全国大会にふさわしく、その地域の大規模なスタジアムや体育館を会場としており、スタンドはもとよりアリーナやグラウンド内にまで参加者が詰めかける。大会には、体操を制定した旧郵政省、日本郵政公社の流れを汲む、かんぽ生命保険の社長や日本放送協会の会長、全国ラジオ体操連盟幹部らも出席し、参加者と共に体操を行う。国会などの公務日程にもよるが、総務大臣、開催自治体の市長や地元の観光 PR 隊といった来賓も多数参加する。体操指導担当者は、代々体育系の日本体育大学と体操研究室の教員が行っている。アシスタントは体育系学生がほとんどだが、体育系以外の一般学生も若干いる。会場は基本的に旧郵政局、郵政公社支社の流れを汲むかんぽ生命保険統括支店がある都市を中心に11都道府県持ち回りとなっている宮城県、東京都、長野県、愛知県、石川県、大阪府、広島県、愛媛県、熊本県並びに沖縄県。大会の模様は NHK ラジオ第一放送と NHK ワールド、ラジオ日本だけでなく NHK 総合テレビと NHK ワールドプレミアムでも JST6 時30分6時45分に実況制中継される。雨天の場合はラジオのみ中継。ありがとうございます。